ヘテロドントサウルスは顕著な剣士を持つ小型の装飾恐竜の属であり、ジュラ紀前期の南アフリカに生息していた。剣士を除いては、形はヒプシロフォドン科に似ていた。ヘテロドントサウルスは南アフリカ由来の政府無標本により知られている。この属は2形態が知られており、2つ目は別の種を表すものだろうと考えられている。タイプ種である、 h タッキーは1億9900万年前 -1 億9600万年前のヘッタンジアンキの上部エリオット類層から知られている。メディアを再生するタイムラプスオブザ・コンストラクション・オブ A モデル・オブ・ h タッキー復元骨格ヘテロドントサウルスは小型軽量で体長は最大で90センチメートルほどの大きさの長板類であり。 より派生的な長万類に見られるものより狭い骨盤と恥骨をしていた。さらに珍しいことにヘテロドントサウルスは前足に5本指を持ち、内2本が明らかに対抗していた。この配置から食べ物を握って操作することが可能であった。足と足首の骨は鳥のような様式で融合していた。いくつかの特徴から彼らが過酷な季節に 仮眠や冬眠を行っていた可能性が指摘されていた時期もある。さらに興味深い特徴は歯の特殊化であり、この動物の名前の由来にもなっている。大抵の恐竜は顎に並ぶすべての歯が同じ型であるのに対し、ヘテロドントサウルスは3種類の歯を持っている。顎の先端にはくちばしに沿って早く木を切り取るような小さな歯が生えている。続く顎の部分には、 大きな一体の牙があり、この役割は不明であるが、性的ディスプレイに使用したか、もしくは古代のアリ塚を破壊するのに使用したのではないかと推測される。最後のタイプの葉は、高く四角い。このタイプの葉は、咀嚼に適している。咀嚼中は、肉質の方が食べ物を口の中に保つのを助けた。咀嚼は、恐竜では、一般的であるが、他の爬虫類のグループでは、 一般的でない。この奇妙な葉は、ヘテロドントサウルスの植生について、議論を引き起こした。ヘテロドントサウルは、雑食性であり、植物と小動物を両方食べるために、型の違う葉を使っていたと考えている科学者もいる。ありがとうございます。